麻雀遊戯王。麻雀遊戯ペディア。この企画はウィキペディアのようにというかですね、もうウィキペディアを見ながらプロ雀士の方を掘り下げていきまして、麻雀遊戯王なりのウィキペディア、すなわちウィキペディアを作ろうというものです。こんにちは、イピンくんです。マリチューこと長澤まりなです。そして本日ウィキペディアを作るのは松ヶ瀬貴也プロでございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。あ、松ヶ瀬プロはですね、麻雀遊戯王に来ていただくのは初めましてと、わそうでございまして、はい、昔ですね、大井さんが初めてゲストで来てくれた時にクイズ松ヶ瀬さんという形ですね、うん、そのクイズ提供者という形でちょっとご出演はいただいたんですけども、実際にこうして来て、ね、お会いできたということで、初めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱりね、この何でしょう、今までの M リーガーの皆さんの中にはなかった圧やっぱ感じますよね。感じますよね。はい、なんかこう目があったら謝ってしまいそうな感じっていうね、このね、はい、風格を漂わせておりますが、その実どんな方なのかというのは多分あんまり皆さん知らないと思うんですよ。うんうんうん、はい、でご自身もちろんツイッターとかやられているので、まあいろいろそういった情報は分かるかもしれませんが、より深くちょっと掘り下げていきたいということで、松ヶ瀬プロのですねウィキペディアを確認しながらいろんなことを聞いていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。でまずですね、ちょっと松ヶ瀬プロのウィキペディアを見た感じですね、2009年に RMU へ所属、ほうほうほう、3年後の2011年には連勝位戦 A リーグ、うん、当時の R リーグの最上位リーグまで上り詰め、クライマックスリーグ優勝を果たす。お、しかし当時ライセンスを保持していなかった松ヶ瀬は規定により RMU リーグ入りが叶わなかったなどなどですね、こうずーっとこう麻雀に関していろいろ書いてあるんですけど、まあもうぶっちゃけそこはもう興味ないみたいもうだって松ヶ瀬プロが麻雀強いのは当たり前じゃないですか。まあそれはね、風林火山のオーディションを勝ち抜いて M リーガーになってる方ですよ。それはもうそこはもう当たり前の話じゃないですか。我々が聞きたいのはそこじゃないです、はい、ってなったらですね、他に書いてあるところが、うん、元調理師で現在も料理を趣味としている、得意料理はオムライス、オムライスというところがまず書いてあれば、ちょっとそこが気になるなと思って、そこが一番気になる、もうここを10行ぐらいにしたいじゃないですか。いや1行しか書いてないんですけど、元調理師をやられてたんですか。もともと、うん、まあ調理師っちゃ調理師ですね。どういうこと、調理師の免許は取られてる。免許持ってますね、はい。で、働かれてたんですか。働いてましたね、はい。でも調理がメインじゃなかったんですよね。何がメイン、何がメインだ。店舗運営がメインで。店舗は経営者、そうですね、経営側だったんで、どっちかっていうとやってることが。なるほどなるほど、はい。だからもう店舗管理ですよね、人材の確保と、はい、あとシフト管理だとか、はい、在庫の発注だとか、はい、そういうことがメインで、調理が全然メインじゃなかったです、やってることは。今お聞きした感じ、全然料理作ってなかったですね。作ってないじゃん。作ってなかった、ね。飲食店なんだけどね、仕事は。じゃあ最初はこのプロ雀士になる前に、はい、その調理師になろうとか、その、ね、レストランを開きたいとか、そういうことで調理師になられたんですか。そうですね、もともとは調理学校行って、はい、調理師免許を取って、で、まあ、飲食でやっていこうっていうふうになったんですけど、はい、まあ、結局就職したら、はい、なんかおかしいなって感じで、最初は調理場に立ってたんですよ。で気づいたらホールに出て、はい、気づいたらレジの中にいて、気づいたら奥の部屋でパソコン打ってました、ね。皮肉ですね。続ければ続けるほど料理から遠ざかる。でも昇格してってるってことですよね。まあそうね、うん、偉くなった結果料理ができなくなっちゃったの。まあそうですね。でこれどのタイミングでじゃあプロ雀士になろうっていうのを決められたんですか。もともと、はい、プロ雀士っていうか麻雀プロになりたくて、うんうんうん、ずっと思ってたんですけど、まあ、仕事が忙しくてそれどころじゃなくて、うんうんうん、で、まあ、10年ぐらい経って、はい、それまであんまり麻雀してなかったんですけど、ちょっと麻雀始めたらやっぱり面白かったんで、うん、そこからまた熱が上がってきて、29の時ですかね、ちょっとやってみようかなと思って試験をちょっと探して受けてたんですよ。なるほど、はい。それがだから北海道にいた時なんで、はい、まあ29だから12年ぐらい前ですか。お、北海道がご地元ということで。そうですね、はい、結構北海道が地元の方多いですね、プロ雀士の方の
なんか多いですね。めちゃめちゃ多いですよね。なんか麻雀の強い土壌があるのかっていう感じるぐらい皆さん多いですよね。なんだろう、たまたま人口多いからじゃないですか。ああなるほど、うん、まあ、確率で言ったらそうそう、北海道そこそこいるんで。あ、確かにでかいっすもんね。大きいっすからね、うん、確かに。そう、全部どこにいても北海道出身なんで。確かに確かに、そうだそうだ。まあ、北海道出身の方が実は多いのかもしれないですね。確かにそう考えると。で、まあ、29歳、はい、だから他の方よりはちょっと遅めですか、プロ雀士になられた。そうですね、今でこそ結構その30とか40からプロ雀士になる方増えましたけど、はい、当時はやっぱり遅かったですね、だいぶ。うん、RMU に入られたのはどういった経緯が。順番に受けていったんですよ、ネットで調べて。え、あ、じゃあまずここだ、まずここだ、はい、え、早い順番。あ、はい、試験の日程が。試験の日程。なるほど、そうなんだ。だって何も知らないんだもん、麻雀プロの業界のことを。あ、なるほど。確かに、よくここでお聞きするのは、雀荘さんで働いててプロ雀士になろうって決めて、その雀荘さんに協会の方がいたとか、うん、連盟の方がいたとか、そういったいきさつから縁があってっていうのが多いんですけど、うん、そういうのはまずはその一切なく、もう片っ端から行ったってこと。一切なくて、だから何も知らない、情報ゼロの状態で、当時知ってた麻雀プロの名前って、はい、小島武夫先生とか、うんうん、あと安藤さんだとか、はい、まあ、土田さんとか、その、もう本当有名な、超ベテラン、うん、そうぐらいしか知らなくて、あとも全然知らなかった。なるほど、なるほど。そう、まあ、でも、例えばの小島先生とか、はい、そういったお名前を、まあ、知ってれば、ちょっとその方々がいらっしゃる連盟さんとか、うん、ちょっと見てみようかなっていう感じもあると思うんですけど、そうではなく、それはならなかったんですよね。もう片方行ったれ。そう、まあせっかちだったんで早い順番で受けようと思って、一番最初が教会だったんですよ、ね。あ、そうなんですね。そうなんだ。で、教会に行って、はい、で、あえなく落ち。落ちるんですか。落ちたんですね。で、その後に次やってたのが RMU で、はい、RMU は試験受けに行ったら、まあ、大井さんが面接で、うんうんうん、なんか試験終わって大井さんがそれ見ながら面接してたんですけど、うん、いきなりアスタリング戦出れるって言われたんですよ。早っ早っ。そう、はい、何を言ってるのかな、この人って。そうですね。そう、まだ当時北海道から来てたんで、はい、その試験だけ受けに明日帰るんだけど、まあ1日伸ばすかと思ってリーグ戦出て帰ったんですよ。なるほど。それがスタートですね。そう、もうリーグ戦出たってことはもう所属したっていう。そうですね。すごい。すごいですね。はあ、まあまあでもそのご縁ですよね。まあ、それで RM に入られると、うん、そうですね。面白いですね。まあ決めた時はやっぱすごいいいタイミングだったんですね。うん、うん、そうですね。まあだから結果的には良かったのかな。めちゃめちゃいいですよね。めちゃめちゃいいですね。RMU の中でも大井さんの右腕じゃないけど、もそんな立ち位置じゃないですか。そうですね、大井さん次に知名度ある。いや本当にそうですよね。実力にしても人気にしてもやっぱ RMU の中で随一すげー、はい、上り詰めた。上り詰めてますね。かっけ。で、こうプロ雀士となったことにより、はい、調理師っていうところが、まあ、元調理師になりまして、料理がご趣味、趣味としているとなって。そうですね、はい、で、得意料理はオムライスとか。うん、オムライス。オムライス別に得意でもないかな。これは嘘つきや。あのね、一時ね、ハマってすごい作ってて、はい、その時はもうオムライスオムライスってやってたんですけど、今そんな冷静になるとそんな別に得意でもない。ハマってはいたけど。ハマってはいた。難しいんですよあいつマジで。あ、そうなんですね。どういうタイプの作るんですか。でもいろんなタイプ作るんですけど、だからトロトロのオムレツを作って、あの上でこう、あ、割れるの作れるんですか。すげえ、すごいやつですね。そう、うお、あとドレスドオムライスみたいな、あのクルクルしてるやつですよね。すごい、練習したんですよ。そうなんですね。すごい、いやすごいですね。うわ、今から今本当に今からめっちゃ失礼なことを言いますけど、その外見からは考えてないから。ギャップすごいですよね。ギャップすごいですよね。ドレスド一時期トロットロのオムライス作ることにハマってましたっていう、ね、すごい。あの時ね、だから卵の消費量がすごかったんですよ。、まあ、ひたすらに作りますもんね。失敗してはそれを食べるんで、1日にあの10個入りのワンパックがすぐ消えちゃって、毎日買うみたいな練習して。コレステロール、コレステロール大変なことになっちゃう。心配になりますね。
体の心配になっちゃうようになってあんまりやめたんですけど、そういうの。なるほど、なるほど。じゃあ今の得意料理はじゃあどっちかというと何になるんですか。なんだろうな、最近は煮物が多いかな。煮付けとか魚とかよく作りますね。美味しそう。すごい。まあでも全般的に作れるわけですもんね。そうですね、一番好きなのがでも結局魚をさばいて作るものが好きなので、そう、魚をまるで一匹買ってくることが多いんですよ。で、ご自身でさばくんですね。そう、それをやるのがなんか楽しいんで、最近は。すごいですね、松ヶ瀬さん、料理チャンネルとか YouTube で立ち上げたらめっちゃ人気になりそうですけどね。でも大変じゃない？大変だと思います。大変だよ。ちょっと大変ではありますよ。編集してくれますよ、遊戯王さん。遊戯王で。そう、委託して、はい、ここの派閥で。やるといいと思います。そうですね、いや、料理チャンネルとかめっちゃ皆さん興味あると思います。なんかすごいそういうのは聞くんですけどね、なかなかね腰が上がらないですよね、自分は。確かに。まあでも松ヶ瀬さんはどっちかっていうとこうやると決めた時に一直線にこう進んでくれるタイプだと思うんで、決めたら早いかもしれませんけどね。確かに。皆さんちょっと期待していただきつつですね、はい。でもう一つ気になったのが対局の話がウィキペディアに書いてあるんですけど、はい、対局の際にはサングラスを着用、複数個のグラスを持ち歩き、気分転換のために付け替えを行うこともあるということで、確かに今もかけられているんですけど、サングラスはお好きなんですか？サングラスっていうかね、はい、自分の中ではね、あのメガネって認識なんですけど。なるほど、なるほど。そう、はい、まあそうですね、いっぱい持ち歩いていること多いですね、対局の時は。大体3つとか4つ持ってること多いですね。それは気分で付け替えたり、要は縁起担ぎ、験担ぎ変えたりとか、そういうことなんですか？完全に気分ですね。そうなんですね。そう。あれ、M リーグってあれレンズ透明でした？レンズは透明ですね、M リーグは。そう。なんか、あんまり良くないらしくて。ああ、そうなんですね。そう。まあ、確かにそういう問題。何か余計なことをしてるんじゃないかって勘ぐられちゃうのに、そういうことないですしね。普通にやるのが一番かなって。ああ、なるほど、なるほど。まあ、普通の眼鏡したんですよ。なるほど、なるほど、はい。通常の対局ではサングラスはよくかけられるってことね。そうですね、まあ、大体そうですね、かけてることが多いかな。なるほど。じゃあまあサングラスというよりもちょっと眼鏡に色をつけてみようっていう。そうですね、色眼鏡ですね。色眼鏡っていうとね、偏見を持ってしまう感じがちょっとあったんですけど。なるほど。いやでも聞くといろんなことが分かってきますね。そうですね、うん、他にこう好きなこととか趣味とかってあったりするんですか？やっぱね、一個ぐらい付け加えたいなと。もうずっと好きなのはプロレスですね。ああ、なるほど、はい、プロレス、あ、まあ、みんな好きですよね、プロレス。プロレスはもう結構見に行ったりもするんで、はい、そのぐらい好きですね。なるほど、はい、結構あれですか、プロ選手の皆さんの間でプロレスの話題とかしたりするんですか？あ、しますね、集まって、だからみんなで一緒に見たりとかしてますよ。あ、いいですね。なるほど、あ、やっとか、よかった、なんかやっとこの松ヶ瀬プロのこのルックスらしい趣味がね話聞きましたね、はい、でもこれをねつけることによってギャップもあるし、うん、なるほどなっていうねことも分かるし、これより皆さんね詳しく知れると思いますので、ぜひこの新 M リーガーとして今年活躍するであろう松ヶ瀬プロをですね知っていただきたいと思います。でこれからちょっとまたいろんな企画で松ヶ瀬プロにお付き合いいただきたいと思いますので、いろいろなんか噂をね誰かがね吹き込んできて大変かと思いますので気にせずにお付き合いしていただけたらと思います。ありがとうございました。いたします、はい、ということで本日は松ヶ瀬プロありがとうございました。ありがとうございました。さあこの動画が面白かった、あとはですね松ヶ瀬プロの料理が食べたいぞって思った方、ぜひチャンネル登録そして高評価お願いいたします。ということで今日はここまで。またねー。